ございます。ジュンです。タイです。今日はタイちゃんと久しぶりに、ゴルフ場に来てます。久しぶりですね、本当に。あのバトルをして、最初ね。そうだ、ゴルサバでした。ゴルサバして、その後ホリエモンさんと。あ、そうですそうです。まあ一緒にはラウンドしてないですけどね。うん、だから本当1年ぶりぐらい。あ、ゴルサバ以来ですね。うん、タイちゃんを脅かしたあの日から一緒にラウンドしたことはなかったです。脅かしたい。懐かしい、ね、懐かしいね。楽しかったね。今日はね、普通にラウンド楽しみましょう。はい、はい、でよろしくお願いします。お願いします。お願いします。取りました。飛ぶね。行っちゃった。行っちゃったね。見てて気持ちが解放された。お久しぶりだね。お久しぶりです。でもタイちゃんは、まあ、インスタグラムと、まあ、YouTube ね、リンゴルフですごいよく見てる。あ、本当ですか。私もインスタでよく見てます。リンさんのことね。あとワークも。あ、うちの犬癒されてる。そう、いたずらがすごいのよ。本当に。だから可愛いから許しちゃう。あの顔、とぼけた顔でね。やるんだ、いろいろ。そう、なんか怒られたいというか、かまってほしくて、ちょっと悪いことを探すって感じ。そこじゃなくて、ね、違う方向で、なんか可愛さをアピールしてくれればいいんだけど、パンツ持ってきてはずっと見つめてる。靴下とか持ってるよって、そう、どうみたいな顔して、かわいい。なんか遠く離れたとこでこっち見てる。追っかけてもらえると思って。こらーかわいい。そのエンドレスです。前バンカーない。仕方なしの5番ウッドです。仕方なし。選択肢ないから。5番ウッド。そういうことだね。そうそう、そういうこと。ここに来て、ここに来て、危ない、危うく空振りするところだった。怪しいです。早かった。あ、もうギリギリだったよ、ダメ今。ドンって言いました。ボール叩く音が。ここでね、無理やりグッと押してた、上から。危ない。危ない。ちょっと待ってくださいね。106じゃなくて7番打ったでしょ。やばい、やばい。私もう1ヶ月1ヶ月ぐらい触ってなかったから。もう朝一から言ってましたよ、ここが痛い。ここがやばいですね。使わない。本当に空振りする可能性がありそうで怖い。さっきのみたいに。いやいや、もうないですね。もうないか。何ヤードですか。センター67ヤードです。強いね。ナイスオン。強すぎました。高いよね。高いで、全部高い。ドライバーも、アプローチのため、もうあんな高く上がるんだね。上がっちゃうんです。上がっちゃうんだ。上がる方ってこと。上がる方だと思います。そうなんだ。左右とかも行きますけど、うん、なんかキャリーで食べたいな。あー、なるほどね、はい、ピタッとね、ピタッと行きたい。わー、お、近い近い。ナイス。今高かったね。ちょっと開いてたのもある。開いてた。キャリーでね、気持ちは、私もキャリーだった。気持ち出てました、たまに。下がね、ちょっと緩いから。ですね。しっかり打たない。わー。いい音。な
覗いてた。覗いてたね。素敵です。ナイス。はい、ナイスです。コーヒーです。じゃん。皆さんもうお気づきかもしれませんが、私が違うパターンを使っているということを。なんとですね、これは前回銀座のテーラーメイドさんで、撮影した時に作ったパターです。カスタムパター。カスタムパター、はい。色がすごいでしょ。めっちゃ可愛い。本当に先月届いたのはね、そうで、今日使うのは実は2回目なんですけど、まあ、撮影では初めて。これ全部選べるんですよ。シャフトも、あ、シャフトも、そう、形、はいはい、と、あと刺すとこ、うん、あ、センターとか、センターとか、うんうん、で、あとこの線のね、長さとかも、あ、変わるんですか。入れるとか入れないとか、真ん中ぐらいまでのやつだ、あと、なんか T みたいなやつ、はいはい、あるじゃん。なんかそういうのとかもあって、私はなんかまっすぐにしたんですけど、うん、また全部ここの色も、ここの色も、うん、この X の色まで細かい変えられるの、すごいでしょ。あとはこのフェイスのパソコンでポチポチするだけなんだけどね。へえ、そうなんですか。そうで、あとグリップの色も今回はピンクと水色で統一して作りました。かわいい、すごいよね。すごい可愛い。すごいよね。目立つよね。はい、何これで、何これなんでしょう。そう、初めて見た。そうでしょう。そう、これはまあ同じ配色にすれば世界に一つじゃなくなりますけど。なるほど。そう。私やろうかな。これね。でもなんか色変えられるから。はい、一応この線を黄色とかにもできるし。はいはい、例えばね。そうですね。そう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 。まあぜひ。可愛いし。でね、可愛いだけじゃないの。うん、あの見てて思いました。見ててすごくない？すごい。なんかね、ジュンさん、ボールの回転がマジでいいからすごい入るんだよね。うん、今まで使ってたパターが良くなかったことが分かるぐらいなんかいい感じ。うん、合ってるんです、ね。合ってる。すごい。ぜひ、ね、皆さんもテーラーメイド銀座でフィッティングして作ってみてください。1ヶ月ぶりだと、もっと体浮いちゃう。あ、そうなんですか。なんか打ちに行ったところにこう振って、そうそうそう、抜けちゃうんですか。で、さっきみたいなことがさっき焼いてた。女子力高い。さっき焼いてたの。さすがだね。美味しそう。美味しいと言います。じゃあ早速、いただこうかな。私もおやつ食べたい、うん、じゃあ白い方から。すごい周りにお砂糖ついてるやつ。うん、うん、めちゃくちゃ嬉しい。おいしい。嬉しい、うん、嬉しい。クッキー美味しいな。なんかタコは苦手な人も大丈夫から。あ、美味しい。私も食べて。いただきます。うまっ。美味しいよね、これもね。美味しい。うん、美味しい。ココアも美味しい。美味しい。ピン狙うと、この右がやばいと思うんで、うんうんうん、まあ、グリーンの左端を狙って、はい、打っていきたいと思います。5番ウッドで打ちます。はい。お、いいんじゃない？いいんじゃないですか。いいとこです。ナイスショットです。まあまあ、打てましたね。まあ、アドレスがこう、なんか悩んじゃう。わかる。あ、わかります。下がってるかなみたいな、なんか。でも気にしないと失敗しちゃう時もあるし、気にして失敗しちゃう時もあるから、うんうん、なんかよくわかんないけど、今なんか決まらなかった。でも大丈夫だった。
今日は暖かいですね。18度まで上がる予報らしいですね。まあ、ずっと寒かったから本当にゴルフしてなかったんで、久々にゴルフできて楽しいね。こういう時はどんなことに気をつけて打てばいいんでしょうか。私は傾斜なりに立つようにして、スイングもそうですね、傾斜なりに打つだけで、あとは左足上がればちょっとボール内側に入れます。右側、はい、右側にちょっと入れて、であとはいつも通りです。こう短く持ったり長く持ったりもしない。つま先上がりになれば短く、うんうんうん、こういう傾斜だったらいつもと同じように握ります。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ミスしたんですけど今。いやいや、ちょっとなんとも言えないですね。あれですよ。今切っとけば、うん、今から伸ばせば成人式間に合うかなと思って。来年？はい。今19歳。19歳です。ああ大変。来年まで長くいるのちょっとつまんないな。待って、何年？辰年です。やば、一回り違う。ほのちゃんと一緒だからね。うん、私も辰年なの。その上の辰年。一個目な。それやばく分かりますよ、1個目だと。2つだったらやばい。一緒かなって思ってる人いるかもしれないでしょ。一緒。ごめんなさい。あ、下に入っちゃったんですけど。OK。わー、ぐちゃぐちゃだ。難しいですね。芝が、芝が、ね、向きがおかしい。そうなの、今それで引っかかっちゃったから。そんな感じでしたね。開いちゃったもんね。うん、やって成人式か。何色着ました。私の成人式は震災で行けませんでした。そうちょうどあの地震の時で。そっか、12年ぐらいそうだね、12年ぐらいそう、だいぶ経つね。そうそうなんですか。そう、式がなかったんですか。そうなの、もう式自体が中止。結構いったな、ね、あ、これ借りていいですか、うん、ちょっと軽いかもね。多分いいんだろう。そう、長いのいいです。うん、そう、まっすぐ、このまっすぐのやつが一番まっすぐ打てるって言ってたから、うん、まあその通りにしました、うん、結構マジでおすすめだと思って、今までパター進めたことないんだけどそうなんですね。うん、これすごい、これ本当にいいと思うんだよな。私も行きたいな。成人式のもう決めてるの、はい、決めました。あ、お母さんのお下がり。あー、いいね、ママフリです。いい、私お姉ちゃんもそれ着て。うん、あ、そうなの、ね、はい、年子です。え、お姉ちゃんもゴルフする。いや、しない。あ、しないんだ。だけです。へえ、結構勉強系。あ、勉強系なんだね、はい、勉強系長女あるあるみたいな感じだから。そう、確かに。え、お姉さんは長女。私長女。長女、うん、いや、お姉さんっぽい。あ、お姉さんっぽい。うん、お姉ちゃん
下いますやっぱ。下います。下に2人いる。こんな感じ。4人兄弟なの。え、じゃあ上の兄弟ですか。お兄ちゃんがいる。あ、そうなの。そう。お姉ちゃんっぽい。長女。一応長女ではある。2番目の長女。うん、2番目です。あ、そうなんですね。そう。振り袖、あ、袴？振り袖？振り袴です。袴も着てみたかったんですよ。あ、待って、私全然勘違いしてた。袴は大学の卒業式と、ま、さっき間違えてたわ。間違えてた。間違えてたいいですよ。思い出したわ。そうだね。成人式ね。成人式は成人式はした。振り袖した。うんうん。あ、振り袖しました。した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 。さっき勘違いしたのは大学の卒業式だった。あ、三月だもんね。卒業式。うん。あ、そうですよね。うん、そうだ。そう。そうそうそう。間違えたわ。振り袖はね、なんか赤いやつ。それお母さんのね、お下がり。あ、うちも。そう。もう飛んでますからね。ムズムズする気がする。7番アイアンで打ちます。はい。いけ。あ、なんかに当たった。あ、ちょっと右行っちゃった。もういっか。深呼吸しましょうって言われました。何ですか？心拍数上がってんのかな。あ、嘘。そういう。バレないよ。バレないですか。そういうのじゃない。落ち着けて。え、そんなの出てる？うん、あ、本当だ。あ、これで。これアップルウォッチのやつ。これ。あ、そうなんですね。うん。すごい。アップルウォッチでなんかたまにそういうなんか出てくるんだよね。あ、そうなんですか。うん。開始になってる。1分間深呼吸しなきゃいけなくなってる。あ、閉じる閉じる。できた。1分間深呼吸。40ヤード。58度。はい、うん、ナイスー、いけいけいけ、完璧です。完璧。スパイダーって本当に雲の絵が描いてあるから、本当だ、結構雲なんですよね怖いですよね、これ。一見可愛い系かと思いきや、そうそう、結構リアルな雲足長いし